さああ今日はですねまあ、名車シリーズですね今日も名車シリーズで、まあ、これも名車中の名車なんじゃないかなと個人的には思いますけども「ゼファーの1100」のシリーズですねを今日は見ていきたいと思いますちなみにですねゼファーといえばやっぱり400が一番皆さんイメージが強いんですかねゼファー400、1989年デビューでございます。その後ですね 7501100という形でですねデビューしてからどんどん出ていくんですけどももともとは確か400以上は作る気なかった感じだったと思いますよただですねレプリカブームから一気にネキットブームを作ってですねその後の10年を牽引したシリーズの一番最初の火付け役ですからかなり歴史としてはですね深いものがあるそしてこの大きい排気量を作ってきたというのはですね非常にですねユーザーさんたちの声が多かったのとそしてそれをですねメーカーが反映 するることができる時代だった要は国内のマーケットがそれなりに大きかったってことですねというところも含めてですねあのまあ時代の意気承認の一代と言えるんじゃないでしょうかそんなわけでですね、えー、ゼファー1100なんですけども初代の登場は1992年そして今日見ていただいているスポークホイールがついている RS のモデルはですねこれは1996年からになっておりますそんなわけでですね スポークホイールにしてかつあの非常に角が立ったリムこれスチールのリムになってるんですけど角がすごく立っていて一時期の H リムをイメージさせるようなねあのすごいこういう角張ったリムをまあ,あの純正でつけてきてるというところはですね少しこうカスタム感というかやはり、えー、Z シリーズのイメージをですね RS というモデルに関しては非常に引きずっているあのそういったところもですねまあ、あのー 時代背景をまたささらにせる部分ですね Z がそれなりにすごく人気があってそれをイメージとして持っている方々があのレプリカブームを挟んだ後にやっぱりこういうふうにしてほしいああいうふうにしてほしいという形でですねまあ,あのそういった声が多くてこういう形になったのかなというふうに思いますけどもそんな、えー、ZERFAR1100 ですねこれはあの実はですね、あのー、ツアラー系のエンジンの水冷を空冷に変えたものになってます。 このエンジンね、空、は、冷、い、に変えたというですね、非常に珍しい歴史があるエンジンにはなってるんですけども、結構そのゼファーの400だったりとか、ゼファー7半とかとはですね、少しこう、えー、そういった歴史の感覚もあって賛否あるエンジンだったりはするんですけども、まあ実際ね、ちょっとまたがってみましょうか。はい、またがってみるとですね、これちなみに、 取り回しに関してはかなり重量感はありますよ。ずしっとした感じがあって重たいんですけどただディメンション的には押しやすいんですよ。ハンドルの高さだったりとかその絞り角だったりとかそういったところを見たところではですねあの取り回しは実はしやすい。ただそれなりに重たいので力がある人からすると非常に扱いやすいという形のオートバイかなと思います。こう引き起こす時もですね独特の重量感があって実は車体自体は太くて 重いんですけどただえっ、ー、と大きいかって言われると、えー、全然コンパクトに今となっては感じますねなのであの個人的には実は扱いやすい部類なんじゃないかなと思っちゃったりはするんですけどはいただやはりそれなりに1個1個の動作に対してずしっというですね操作感はあるのであのそういったところはですねあのちょっと感じるかなとただ えー、日本人的体型というと今もう日本の方みんな最近あの若い方ってスラッとしていて背が高いのであもうすでに語弊があるのかもしれないですけど昔の日本人体型的なところ私みたいなね感じだとあの非常にですねあのしっくりくるハンドルも、えー、1100っていう割に全然遠くないしステップ位置も扱いやすいし、えー、非常にですねしっくりくるなとただ排気量が上がっただけというような印象になってますなんかシート自体も座りやすいですしすごくですねやはりジャパンスタンダードな感じ というのはですねこの排気量になってもですねあの変わりがないのかなという風に思いますちょっと後ろもせっかくなんでちょっと座ってみましょうかタンネットの方もねだからドライバーズシートの方はかなりまずここ柔らかいですよ柔らかいのと座面もあるし自由度もある若干傾斜があるので座る位置は長時間乗ってると決められてくる感じはしますけどもただですねあの非常に パッとままたたがっっにには自由度を感じるようなななそんなポジションになってますねさあ後ろちょっと座ってみるんですけどタンデムシートはですねボディが太いから少し足が開く印象になりますただ結局前に人が乗っている前提だとそれでいいのかなっていう感じもするんですけどもこのグラブバーは非常につかまりづらいですねあの幅が狭くて空いてるところもなくておまけ程度の感じかな片手でつかまってうんでも、えー、指を入れるとですねギリギリですね。 だからちょっと半分おまけみたいな感じですね足はですねあのしっかりとしたステップがあるので全然いいかなと思いますけどもはい、これですねあの安心して置くことができるそしてもう一つはですね前のライダーと後ろのライダーのステップの位置が結構その飛び出しが一緒なのではい、後ろだけ張り出してるとかそういうのもないのでまあ、ある意味その一体感があっていいんじゃないかなという風うに個人的には思いますでシートの座面もかなり幅がありますね座面お尻が触れる部分が大きいので まあそんなに疲れないんじゃないかなと思わせるような感じです。ただ 前にに比べて後ろのの方ががが張りがあるよう感感じじまますちょっとシートの面が固く感じます多分中のウレタンの量だったりとかそういったものがあるのかもしれないですねその初期の触った時のふわふわ感っていうのはすごくあってこの頃のやつってでその奥にもう一個硬い段階でウレタンが入ってるそんな印象のシートになってるんで座った瞬間ふわっとしてるんですよでその奥にちょっと芯がある形ですねのシートを採用してます。 ここのところはやっぱデザインを崩さないためなんですかね、えー、非常にですねちょっと低くてかつカラーが入っちゃってるんで塗装ですね塗装されちゃってるんで例えばその えと傷がつか、ね、まる部分ってだそういったところはですね割と見た目優先な部分もあるのかなと思いますさあそしてですねフロントのタンクのボリューム感に比べればですねシートはキュッとすぼんでいて尖ってますねそんなところもですねあのこのバイク、えー、ちょっとマッチョ感が <laughs> すごくあるんですけどこういうところで感じるのかなと思います現代のバイクみたいにここの部分の絞り込みがギューンってなっててグラマランスな印象ではないんですよ。あの当時のドカーンっていいいう重たたバイクはパワーででれみたいななすねそんな感じが若干します けどねそんなバイクに r、まあ、なってますねそんななゼファーなんですけども、まあ、この4 0 0 7半1 1 0 0というラインナップを作ったところでですねまあ、生産終了ですね排ガス規制とかで生産終了にはなってまあこのゼファーシリーズというのはですねそこでもう一回歴史を閉じてしまっている。で今もう新しく出てくる川崎さんのシリーズはもう皆さんご存知の通り Z900RS なんかはもう水冷化されてそしてもうあのー。 似てますけどね見た目は似てますけどもう全然違うオートバイになっているとそしてマスの集中化とかそういった、えー、最新の開発思想だったりとかそしてこれですねリアのサスペンション。 はい、こういったですね2本ついたサスペンションなんかもですね廃止されて非常に現代風になっている見た目パッと見で、ね、そのバイクに詳しくない人はですね2個並べられたら似たようなもんだって思っちゃいそうなもんですけどもやはりあのよく見ると全然別のオートバイになっているというところもですね含めるとですね今となっては非常に貴重なモデルと呼ぶことができるんじゃないでしょうか。まあ、そんなゼファーのなんなななののでですすけけどもあの個人的なイメージだけでお話をするとゼファーの400 っていうその初代のモデルツーバルブの400の初代のモデルって結構その重たい感じ重たいというか遅い感じっていうと語弊がありますかねレプリカブームがあってその後のネイキッドブームで僕そこの世代じゃないんですけどねただスピードが出るオートバイがまだまだ世の中にいっぱいある中で乗ると、えー、48馬力だったかななんか結構馬力キ少スいですよ46だか8だか。 で他のはだから54馬力ぐらいあるんで XJR とか CB400 ス、えーパーフォアとかっていう辺はそういう感じだったんでやはりですねあの非力なイメージがあってただ乗りやすくてですねあと見た目がやっぱかっこいいなと思いましたね当時ね。という感じかなというふうに思っていてそして7班はですね傑作なんですよ。ゼファー r の750ってあの見た目もかなり整ってはいるんですけど走らせると本当にあにちょうどいいっていう言葉が一番ピタッとくる感じですねですよ。 えー、ゼファーはゼファーですよ。ゼットはゼットですよ。そこは前提としてあるんだけれど、えー、非常にですね、軽快な感じで、あの、Z、ゼット、ゼットって例えば、ゼットワンがあったとして、その後に、じゃあ、 Z900D1 とか D2 とかっていうあのモデル後ろがディスクブレーキになったモデルがあってそこでフレームが違うんですよで Z1 とか、まあ、Z2 でもいいですけどあの辺の初期型に比べて後で出てくるその Z の900の D1 とか D2 とかってあの辺のシリーズってフレームがシャキッとしてあのすごくですね乗った感じからもう全然違うんですよね。 なのでそういった感じをさらに進化させたイメージがゼファー7半って感じなんですよただゼファーの11ってあの非常にですねそのゼファー400とか7半と比べて要は4007班1100って全部バラバラなんですよ乗った印象があやっぱ Z のシリーズなんだなっていうイメージを引きずってるんじゃなくてバラバラなんですよねゼファーは400と7半と1100がそれぞれ個性的でその中でも1100はですね非常に重厚感がある まあ重いパーレバーバなんで味わいが深くて感覚としてはです、ねまあ、非常に乱暴な言い方ですけど SL に乗っているような操作感 <laughs>、ですね SL 運転したことはないですけどそういうイメージ、ですねあの重たいものを動かしていますと運動神経自体は全然よくないんだけれどただです、ね、その操作すること自体が面白い。え、いそういう感覚のオートバイだったなというのをです、ね、今、現物見てです、ねまあ、思い出した次第ですね。